サルキの、署名バズゲン・サルキシャンは、アルメニアの政治家で、元首相。名は、ワスゲン、姓は、サルグシャンとも表記される。1959年、アルメニアソビエト社会主義共和国アララト地方生まれ。1988年のナゴルノカラバフ戦争では、義勇兵を率い、アルメニア共和国軍の県軍にも尽力した。 アルメニア国民の英雄、ナゴルノカラバフの英雄、アルメニア共和党所属。国防省を務めた後、大統領のロベルト・コチャリャンより首相に任命されたが、1999年10月27日に、武装グループ5人が国民議会ビルに乱入し、バズゲンを含む政治家多数を射殺。他の議員も翌日まで人質となった。この事件では、 コチャリャン大統領がグループの声明文をテレビ放送するということを条件にグループが投稿し収束した。公認首相にはバズゲンの兄弟であるアラム・サルキシャンがついた。アルメニア国民は彼の業績を称えて名誉称号スパラペトを与えた。2000年にはエレバント・ナゴルノ・カラバフの通り学校、部隊、軍事大学等の名称に 彼の名前が付けられた。ありがとうございます。